韓国歌手兼俳優イジフンの日本人妻アヤネさんが身長と体重を公開した。アヤネさんは26日、自身のインスタグラムに服を買うときに参考にしたいと、よく質問をいただくので。私、身長155、体重40です。半年前までは 44.5 だったのに、痩せてから維持していますという文章とともに写真を投稿した。アヤネさんは明るめのニットに黒のファーコートを着用し、格別なファッションセンスを誇った。先が尖った靴に高級ブランドバッグが優雅さを加える。アヤネさんは続けて私はまさに背の低い女。普通の服を買って、袖丈やウエスト部分を少し修繕して着ることが多いです。背が低くても悲しくありませんと説明した。アヤネさんは去る8日、14歳年上のイジフンと結婚式を挙げた。二人は SBS 同友会夢に出演中だ。SF9 ローン、年末の KBS 歌謡大祝祭 MC に確定と報道。今度は主婦たちの皇太子と呼ばれる俳優に暴露文が登場。投稿者は俳優を軽視と呼び、妊娠した後に捨てられ、私は流産したと綴った。投稿によると、2020年に交際。軽視は2017年に離婚しているという。生後16ヶ月の養子の娘を虐待し死亡させた養母が無期懲役から2審で懲役35年に減刑、厳罰を訴えていた市民たちに衝撃。